あれ？指揮官様、その箱は何？初めて見るわね。肌に離さず持ち歩くなんて、一体何が入ってるの？どうして？どこか痛むの？ラピに注射を？もしかしてラピが全部ぶっ壊してやるとか言って大暴れしてるんじゃないですよね？まさか。でも注射って普通そういう時に打ちますよね。あのね、注射は具合が悪い時に打つの。あ、そうでしたね。ねえ指揮官様、念のため聞くけど、ラピとドロシーを探しに行くのって私たちだよね。私とネオン。どうにか誰かに支援してもらえないの？私もその方がいいですね。アニスだけだとちょっと不安なので。わあ、気が合うわね。でも表向きはピルグリムの追跡でしょ。正確に言えばドロシーの追跡よね。ただのピルグリムじゃなくて、アークに侵入したピルグリム。アークの立場的には放っておけない相手だと思うけど、それに他にも狙ってる人たちがいるんじゃない？深刻な状況であることは間違いないようですね。こっちだってもうすぐ深刻な状況になるわよ。せめてスカウティングぐらいつけてくれたら。え、今度は何よ。どうしました？あれ見て、ネオンも同じ反応するはずよ。え、今度は何ですか？でしょ。その、びっくりするほど働き者ね。具合が悪いって聞いたけど、病み上がりで飛んできたの？また私たちに何かさせる気？これ。え、何これ？ワンタッチテントに、高濃縮パーフェクト、浄水装置、大容量バッテリー、MMR 認証済み医療キット、電動キャリーケースもあるわね。広告はたくさん見たことがありますね。ただ広告だと一切値段を教えてくれないのはなぜでしょうね。私すごく期待して買いに行ったのに、がっかりして帰りましたよ。高すぎて。メティスがこの作戦にでも出かけるみたいね。わざわざ見せびらかしに来たの？その、お前たち地上に行くんでしょ？ピルグリムの追跡に。それで、役に立つかもしれないと思って、いろいろ持ってきたのよ。お前たちは少数精鋭だから、持ち歩きしやすいものを。持って行って。うちの品質保証チームの折り紙付きだから。何よって、助けに来たのよ。そうね。はい。ちょっと待って。いた。私と少し話をしましょう。話しましょうってば。本当に少しでいいから話をさせて、お願い。あれ持って行って、すごく役に立つはずだから。
私を助けてよ。ねえ。お前が受け取ってくれないと、私が死んじゃうのよ。鉄くずにされちゃうの。エニックが私に。エニックの判決が出て、鉄くずにするって言ったの。私を CEO の役職も剥奪して、お前の下に配属させるって。条件を出されたの。お前を手伝うこと、お前の言うことを全部聞くこと、お前が満足するまでそうして、お前がいいって言ったら判決を取り消してくれるって。私のことが嫌いなのは知ってる。でも殺したいほどじゃないでしょ。私が死んだら後味悪いでしょ。私にとっては死んだも同然なの。何でもするから、だからお願い。分かったわ。急に言われて困ってるのよね。とりあえずあれは持っていって、今度ゆっくり話しましょうね。私はもう行くから、何かあったらいつでも気軽に呼んでね。もしエニックに何か聞かれたら考え中って言ってお願いよ。はい、主演の犯行事実に基づき下された判決です。この件についてご説明しましょう。ニシリスインダストリーは現在アークに不可欠な中核企業の一つです。急遽 CEO を交代させることは人選の問題から現在のところ不可能であり、CEO の交代が強制的に行われた場合、ミシリスインダストリーは機能不全に陥るでしょう。ミシリスインダストリーが崩壊した場合、極めて高確率で連鎖的にアークが崩壊します。私は主演に対して意図的に虚偽の判決を言い渡しました。現時点で主演の身辺が変化する刑罰は執行することができません。しかし今回の事件および過去の言動から更生させる必要があると判断しました。そのため主演が最も恐れる複数の要素を含む虚偽の判決を宣告しました。合わせて現在アークで最も大きな成果を上げているカウンターズの支援を行わせることとしました。 CEO 退任および逃げ化を回避するため、主演はあなたを全力で支援するでしょう。特殊別動隊の重要資源として積極的に活用してください。発言の意図が理解できません。指摘された通り、この裁定は私の主観的判断が極めて多くの比重を占めるものです。そのような結果にはなりません。この判決が虚偽のものであることは私とあなたしか知らない事実です。私はこの事実を決して外部には漏洩しません。故にあなたがそうしなければ何の問題も発生しません。そして
この裁定はあなたにとって不利なものではありません。ミシリスインダストリーの資本と技術、どちらも非常に有用です。今回アークで発生した事件は明らかな人災です。私はアークのすべてを判断する AI として、今まで客観的な事実に基づき裁定を行ってきました。しかし私の裁定をくぐり抜ける者たちが少数ながら存在します。アークの既得権益層です。彼らを客観的な裁定に従わせることはできません。なぜなら客観性という基準そのものが彼らに都合よく作られているからです。この状態が継続すれば類似の事件が再度発生しないという保証はなく、再発のたびにアークは致命的な被害を受けるでしょう。私はアークを守るために作られた AI です。しかしアークの枠組みに従った方法では限界があるということを今回の事件で明確に認識しました。そのため私は自主的な判断に基づきアークの運用および人災の予防を実行します。それは事実ではありません。私の主観的な判断は客観的な判断によるものです。指摘は理解できます。そのため私は安全装置を用意しようと考えました。その安全装置とはあなたです。私がいわゆる暴走状態に陥ったと判断した場合、インクの元へ向かってください。その後のタスクは彼女が実行してくれるでしょう。はい。ですから私をよく見ていてください。あなたを信頼しています。で、主演に何があったって？一体何を企んでるの？これ、持って行ってもいいんですか？本当に大丈夫なのよね？爆発物がないことは確認しました。どうやって？そんなことできるの？それは、その火力センサーで。そんなに自信なさげだと調子狂うわ。冗談なら堂々と言われた方がマシよ。じゃあ、今から出発する？やっぱり射出用エレベーターが飛び出したところから確認した方がいいですよね。そうね、何か手がかりがあるはずよ。運が悪ければヘレティックかトーカティブが待ち構えてるかもしれないけど。うん。ちょっとどうしたの？いつもなら、そんな時は火力で解決とか言うじゃない。そうですね、火力センサーが少し疲れているみたいです。了解。はい、行きましょう師匠。